はい、それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はついにツイッターのツールがリリースしましたので、それの設定方法を教えていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、まず、ツール設定するページっていうのがあるんで、今それちょっとスカイプで送りました。基本的にはこの手順でやっていただければ、できるようになってます。で、まずは、まず、ツイッターに、電話番号が登録されているかどうかっていうのを確認してほしいので、それをクリックしてください。一番上の。で、登録されてますね。はい、じゃあ OK です。で、さっきのページ戻ってもらって、で、Twitter にログインしたまま、そこの URL にアクセス。今、ログインしてますよね。なんで大丈夫です。それをコック押してください。で、そこの Create New APP を押して、で、名前ですね、まず。これは、適当でいいので、なんか名前を。ニックネームみたいな感じなんで、あんま気にせずに適当に作ってます。スペースはいらないです。スペースなしでお願いします。それはツイッターのツール用みたいな感じで適当に。それ説明文なんで、これも適当で OK です。ツイッターのツール用みたいな感じでいいですよ。で、ウェブサイトっていうのが、さっきのページに戻ってもらうと、指定のウェブサイトページがある。それですね。さっきのとこちょっと戻って、それ消しちゃっていいですよ、一回。これなんかちょっと右にスライドできるんで、それですね。その URL をコピーして、さっきのとこに入れてください。で、コールバック URL は無視でいいです。で、それ、イエス。で、した。それを、ポチッと。これでできましたね。で、これで一旦、このアプリケーションのやつを、アプリケーションマネジメントっていうね、クリエイト APP が作れたので、これはこれで一回、このページそのままにしといて、で、またさっきのページ戻ってもらって、で、下ですね。これをですね、スプレッドシートかなんかに、これまたこういう欄を作っといてほしいんですけど、これを一旦コピーして、スプレッドシートかなんかに、集客シートの、アカウント情報の下の方とか、その辺に、いや、それはね、逆にね、ダブルクリックしない方がいい。いいですか。で、左ですね。左の方がいいですね。こっちでダブルクリックなしでやる。この方がいいですね。で、管理画面 URL のとこが、左の方になっちゃってるんで、そこを右に移しましょうか。そのセルダブルクリックして、URL のところだけ切り取って、
はい、切り取ってコントロール X コマンド X コマンド X でコマンド C あ、コマンド V かで、ログイン ID、ログインパスワードっていうのは、これは後でまた発行するんで、こっち飛ばしで、はい、キー取得は先 URL。キー取得先 URL っていうやつを、まあ、さっきのページですね。さっきいろいろなんか設定したページ。で、はい、キー&アクセストークンって書いてあるやつ。キーズ&アクセストークン。そうですね。それの一番上のコンシューマーキー API キーってあるじゃないですか。はい。それをコピーでシートに移していきましょう。それがねコンシューマーキーですね。あ、それじゃない。ああ。一番左のセルちょっと大きくした方がいいですね。ここですね。で、次、コンシューマーシークレット。で、次にアクセストークンってやつなんですけど。はい。まあいいですよ。また同じように。で、それが下の方にあるんですね。もっと下。一番下の、それ、トークン、なんとかって、それをクリック。そしたら下に新しいのが出現してるんで、その、アクセストークンっていうやつをコピー。なんか変なの入ってます。後ろも変なの入ってる。あ。うん、見て。まだなんかスペース入ってるんじゃないですか。一番最初に。はい、じゃあ次その下のアクセストークンシークレット。はい、これで、あと、あ、またキー取得先 URL、さっきの URL クリックしてから、コピーしてきてください。いや、違いますね。キーとかをやった方。キー。今ずっとコピーしてた方。そっち。そっちの、そのページの URL。はい。で、ログイン ID とログインパスワードはまた後で渡すんで。はい。これで一旦、キーの取得はおしまいです。